日常演技の食うたにようこそ。さて本日の曲はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちらファミリーマートのファミオベースのふわもち食感ドーナツとパイスコーンという2種類のパンを食べたいと思います。パイとパイコーンでパイとコーンで合体するんですか。なんだかこの日が気になりますよね。どちらもさっくり系だと思うんですが、ではその気になるパイスコーンから食べてみたいと思います。うわ、これ割ると間違いなくシリーズになるやつなので、もうこのままいきますね。甘そうな香りがしてきました。ではいただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。アイスコーンはもっと香ばしくてカリッとしてるなと思ったんですが、食べてると案外そうでもなくて、どちらかというとスコーンの風味が強い、要素が強かったですね。私そう言いますし、生地もちょっともさっとしていて、口の中の唾液が持っていられるというか、なんか名前負けしてるようで、あまり繰り返し食べたいと思えるような商品ではなかったです。決してまずくはないのですが、ちょっとイマイチかなということで、こちらも点数とさせていただきます。そしてこちらのふわもち食感ドーナツはちょっとイーストドーナツに近い食感のふわっとした生地は確かにあったのですが、もっとはそこまでしていないような気がしましたね。なんか温めるとさらにって書いてあるので、温めるの方が良かったのは、あ、舌が回ってない、温めた方が良かったのかもしれませんが、こちらもまあカスタードクリームは美味しかったんですが、まあここまで特筆すべき商品でもないかなということで、こちらのテストさせていただきます。今回はちょっとイマイチな感じでしたね。残念です。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞終焉。お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。